しまして水深の下が続く見通しで、東北から九州の広い範囲で最高気温が35度以上の猛暑日になる地点が相次ぐとみられます。関東地方では内陸部で40度に迫る暑さになりそうです。気象庁によりますと、今日の予想最高気温は群馬県前橋市と埼玉県熊谷市で39度、埼玉県のさいたま市や秩父市で38度となっています。都心は午前中にすでに34度を超えました。最高気温35度の予想です。都心部平野部では暑さを和らげる夕立もなさそうで、夕方以降も気温があまり下がらないでしょう。明日にかけても耐え難い暑さが続きそうです。アメリカ通商代表部は1日、中国の知的財産権侵害に対抗するため検討している年2000億ドル、日本円でおよそ22兆円相当の中国製品への追加関税について、税率を 10% から 25% に引き上げると発表しました。中国に対する制裁の第3弾にあたり、来月にも発動に踏み切る可能性があります。中国の反発は確実で、報復措置の連鎖を招く貿易戦争が拡大する恐れもあります。さて、小学館の学習漫画異人伝シリーズにくまモンが主人公として登場しました。一昨年の熊本地震の後、復興に向けて奮闘した姿が評価されたということで、このシリーズで人物以外が主人公になるのは初めてです。小学館の担当者は、復興に貢献し子供に夢を与えるストーリーは偉人にふさわしい、成長する姿や思いやりの心が伝わればと話しています。ニュースと圏央道の外回りは相模原相川インターの先の相川トンネルで行っていた事故の処理が終わっていますが、小峰インターまで11キロ渋滞しています。さらにその先は高尾山トンネルに乗用車が故障して止まっているため1キロ半の渋滞です。続いて首都高速道路の状況です。
ますが、そんなあなたの生活に片付けしたくなるトピックス、今日もチェックしていきましょう。今日から発車ベルやめてみます。 JR 東日本が今日8月1日から常磐線の一部区間で発車ベルを使わず、車両のスピーカーからアナウンスで発車を知らせるという実証実験をスタートします。これ発車ベルの音が駆け込み乗車を助長している可能性があるからというものです。常磐線各駅停車亀有取出間で行われるということです。あの森くん CM 出演、元アイドルで現在はオートレーサーとして活躍中の森克行さんが昨日新 CM 発表会に出席。梅干しを食べると難が去るという語呂合わせが
が由来です。何月か7月3日ですね。ちょっと強引な語呂合わせですが、バックします、ご注意ください。梅干しバックします、ご注意ください。